はい、こんにちは、やすです。で、このチャンネルは通常だとこうひたすらね、日本酒をいっぱい飲んで、こうね、英語と日本語でお酒っていいよねっていうのを紹介するチャンネルなのですが、まあ、そんだけだとつまんないので、まあ、サブコンテンツとしていろいろ適当じゃないよ、いろいろパーソナリティを出せるようなことをちょっと頑張ってやっておりますと。ね、まあツイッターをやってて、始めたのが2020年の6月、7月ぐらいなんですけど、その時にこういろいろね、ツイッター上にあるコミュニティの人たちと仲良くなりたくて、トピックをいくつか選んで、まあ、積み立て NISA とか、当時だとネオモパーとかあって、で、まあ、その中で始めた、積み立て NISA っていうのは仕組みなんだけれど、投資信託の中でも当時はね、オールカウントリーと呼ばれる、オルカンと呼ばれる全世界株式の投資信託に投資した方がいいのか、SP500 と呼ばれる米国株式の投資信託を買った方がいいのかっていう議論が結構ツイッター上でされていて、で、まあ自分としては何でもいいんじゃないのって感じだったんで、両方買い始めてるんですよ。で、積み立て NISA はオールカンの方に入れてるんですけど、まあなので、せっかくなら毎月ね、やってるんなら、そのパフォーマンスの、コンペアリソンを、まあ、報告しようかなと思って。で、まず現状、オルカンと呼ばれる全世界株式に関しては、14ヶ月目運用に立ってるんですけど、運用収益率としては、まあ、3.09%。で、片や SP500 と呼ばれる、米国株式の方に関しては、14ヶ月目で、運用収益率が5.32%なので、今現在、まだ圧倒的に、米国株式の方がパフォーマンスがいいです。で、VTI だともうちょっと下がるんですけど、まあ、全然、米国株式いけてるんじゃんっていう流れは、未だに、あるので、ね、米国株式の方がいいよって言ってた人たちが、ほら見ろ、オルカンよりパフォーマンスいいじゃんっていうふうに言う気持ちは全然わかります。ただ、まあこの先どうなるかわかんないので、毎月報告できればなと思いますが、今のところ14ヶ月連続で米国株式 VS 全世界株式だと、米国株式 SP500 の方が調子がいいので、SP500 にお金を入れてる人たちは、いや、全然儲かってるぜってなってると思います。オルカン組としては儲かってるけど、米国株式ほどじゃないから、いや、米国株式に貼っとけばよかったなとか思ってるんでしょうけど、まあ、投資信託はね、20年、30年とか、むっちゃ長期のスパンでやるんで、未来のことはよくわかんないので、まあ、引き続きやっていきましょう。個人的に投資はひたすら分散だと思っているので、最後に笑うのはオルカンだと思っております。まあ、こんな感じかな。じゃあ来月は15ヶ月目の報告ができればいいかなと思っているので、またその時にお会いしましょう。じゃあね。